中圭久保のおしゃべりトーク第25回やってきました。第25回、もう25回ですわ。25だってメモリアルカウント来たじゃないですか。そうだよ。4分の1って何ていう4分の1、クォーターアニバーサリー。クォーターアニバーサリーでもこれもう25でさ、結構詰まってきてるじゃん。これ1000とかなったらはみ出しちゃうよね。1000やったらもう回がねなくなっちゃうね。大丈夫かこれ。1000になったら中圭久保の部分が NKK とかになる。なるほど。 NKK100 とか101とかでいいよ。もう略称がもう定着しちゃって。そう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 。おしゃべりトークがべしゃりトークとかになる。中圭久保のべしゃりトーク、第12000。皆さんいかがお過ごしでしょうかみたいな。今日は腰が痛くてのみたいな話になる。気づいたら朝8時とかに放送やっててね。全然時間すら分かってないこうテンポ感っていうのはね大事ですから。俺唇にワセリン塗ってね今日。どうでもいいわ。なんかね唇がベタつくんだよな。マジでどうでもいい。それちょっとさ、30秒さ、それ自分繋いでて自分の油だろ。もう突然寒いやんと思ったらね、ついに。ただね、僕あの霜柱ってわかる？霜柱わかるよ。公園の霜柱一人で全部潰してきたから。どういう報告なのそれ。戻りましたよ。楽しいでしょ。シャリ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 してね。そうだね、確かに。霜柱のごっついやつ砕くのめっちゃ楽しいよね。楽しいよ。楽しいし、あとあの水たまりの氷一番最初に。ああ、割るのね、楽しいよねあれね、本当。そう、ザクザク気持ちいい。コメントで札幌今何度って。まあ1度とか2度とか1度最高気温がまあ7度とかか、6度5度、まあもう1桁。そう1桁で最低気温が日によってだけどマイナス2度から2、3度か今。そう、そんくらいかな。そんな感じ。やばいよ、まだタイヤ交換してねえぞ。嘘、やばくない？マジでやばいぞ。そろそろ。もう予約はしたんだよ。ああ、いつ？来週。まあ来週ならいいか。あ、でも今週末結構荒れるらしいからどうなるかだね。まあそこで寝浮きになられても一応ね、来週また10度以上に復活するらしいんで、そこで溶けると踏んでますよ。大丈夫か今さ。幌加内わかる？幌加内とかあの辺がなんだっけ、64センチ積もってて。そうだろ。1日で降った量だかなんか知らんけど、今幌加内が64センチとか降ってるらしくて。やっぱやばいね。北海道の中でもそう、もうさ全然違うじゃん、降るとこと降らないとこ。チェーンね、チェーンはつけないかな。チェーンはつけないね。チェーン、ガイドでチェーンつけるなんてトラックとかだけじゃない？そうそうそう、大型トラックとかはつけてるけど、普通の車はねチェーンつけない。チェーンってあのアスファルト削るから、そうそう、ダメなんだよ。あまりよろしくない。めちゃくちゃ削るよね。昔僕たちが子供の時ってさ、スパイクタイヤってのもあったじゃん。普通に、あの釘のついたタイヤみたいなイメージ。あれだって路面をダメにするっていうのでなくなったよね。粉塵だっけ？そう。肺にダメージいくんだよ。そうそうそう。コンクリが削られた粉塵がね。いつ頃から禁止になったんだ。でも中学校ぐらいにはもうなくなった。そうよね。小学校ぐらいでようなあったもんね。そう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 。陽一の宇宙センターに返してたよ。マジで？スパイクタイヤはなんだっけ、毛利衛さんが提唱してやめた。そうなんだ。違ったかな。もう一回余一行ってくるわ。毛利小五郎さんだったかも。それ俺の間違った。取り返すね。ほらコメントでも出てきちゃってるじゃん。ガチで俺間違えてやつだよ。毛利小五郎さんね。やっぱ宇宙飛行士目指すべきだったな。まあそうだね。今から宇宙目指すか、宇宙兄弟みたいに。俺らの頭目悪かったらダメなんだよ。虫歯ダメなの？虫歯？あー。宇宙行ったら治せないから、ちょっとでも虫歯あると、宇宙行って悪化するともアウトだから。へー。そんなんじゃなかったかな、確か。虫歯はないわ、私。銀歯もない。虫歯ダメらしいよ。へー。宇宙食で俺が満足できるわけがない。当然だよ。でも宇宙食のラーメンとかあったからね。美味しいかな？前見たとき。たこ焼き食べたしょ。たこ焼き食べた。たこ焼きうまかったよね。あれはうまかった。毎日たこ焼き食べた。でもさ、肉とか多分ないよね。ない。まあないでしょ。まあ、あのフリーズドライの肉でしょ。そう。青少年科学館が今やってればね、買ってもらえるんだけど、あそこでも売ってた。来年でしょ？来年。オープンね。やばい、楽しみ。楽しみ。じゃあ、大久保さんのロックバスターもなくなってる。ロックバスターは展示されてほしいね。違うロックバスターになってるから。うっしゃー、シュ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 。赤とか。スーパーロックバスターみたいな感じ。そうか。違うエンジンになってる、こう。筒型の。確かにロックバスターもどんどん進化していくからね。うん。そうだよ。そうそうそう。クロスチャージとか使えるかもしれない。ダブルチャージとかね。確かに。まあそんな感じ。再現してきますわ。うん。そうだね。また写真撮って。写真撮ってね。そうそう。行きたいね。大久保さんが展示されるように頑張るね。それっぽかったからね、前のね、ロックバスターね。そうそう。
なんか毎日ロックバスターのとこで同じポーズした写真10年分ぐらい欲しかった、うん、あの毎日やるやつ、そうそうそう毎日年パスないときついよねあの子供が成長していくのを見ましたみたいなで365枚たまったら1年の経過みたいので、うん、そうそうそうタイムラプスみたいな、タイムラプス毎日服装違えなっていうの楽しそう、それ見たい、絶対面白い、楽しそうだな